ちょっと最近、マイクラで検証とかばかりだったので、ここらで少しだけ、息抜きをしませんとね。うん。ちょっと遊んでみましょうねー。洞窟アップデートも控えていることですし、ビュッフェワールドの洞窟で遊びましょう。バイオームはどうしましょうかねー。何がいいかなー。ふふ。こんなにあると悩みますよねー。いや、ここはあれですな。シンプルに行きましょう。砂漠。洞窟と砂漠のコンビネーションです。お、真っ暗。暗視ポーションの出番ですなー。おお。意外といいじゃないですか、はい、久しぶりのマイクラ遊びを楽しむー、ナバドス。どうですかねー、洞窟アップデート感は出てますかねー。全然出てませんな。でもいいんです、まったりと遊ぶだけですからねー。しかし、砂漠を組み合わせても、ピラミッドとかはないんですな。ちょっと残念ですな。そして意外と狭い。おお。上の方に何かありますかねー。おお。なるほど。階層があるんですな。もっと上にも何かありますかねー。お、スポナー発見。よし、この上も見てみましょう。おお、岩盤の上に雲がある。え、ちょっと。何あれ？なんと、基地がありますぞ。なんで？何これ？岩盤上に基地？これは仕様ですか？おいおいおい、村もあるじゃないの。村人さんもいるし、どういうこと？なんでこんなところに村があるんですか？なんで岩盤上で暮らせるのですか？もしかして、他のバイオームを選んでも、こんな感じになっているのですかね？気になるー。気になりますよねー。ねえ。これが仕様ならいいんですが、岩盤の呪いだったら、怖いですな。よし、見てみましょうぞ。深海にしましょう。岩盤の上に海ができてたら面白いですよねー。おお。洞窟要素がなくなった。完全に海ですな。洞窟要素は消えちゃいました。何これー。洞窟。いやいや、巨大な浮島ですな。よし、上を見てみますぞ。あ、ちょっと待った。あれは、おお、海底神殿。かなり無理やりの感じですなー。ここまでして登場したかったんですかねー。おお、船がある。
岩盤の上に船がある。これはこれですごいですな。もう一個見てみましょう。ジャングル。うん。安定の真っ暗ですなぁ。ジャングル。これはジャングルなのですかねぇ。ちょっと謎ですなぁ。ジャングル要素がない感じですな。おーおー、でも、かっこいい。なかなかかっこいいじゃないのさ。これは岩盤の上も、期待できそうですなぁ。おーおー、木がある。岩盤の上に木があるー。おーおー、出た。ジャングル遺跡ですな。こんなものまで生成されるんですねー。次は、暗い森。ほんと暗い、真っ暗じゃないのさ。まったくもう。おーおー、これまたいい感じですな。うん。壮大な洞窟です。いい、とってもかっこいい。今度こそ、岩盤に期待ですな。あれれ？なんもないの？まさかの何もなし。おーおー、出た出た出た、森の館ですな。岩盤の上に館ですぞ。雲と同じくらいの場所にできてます。これはかっこいい。うん。ちょっと中の様子も気になりますね。おお、雲がいい感じですなぁ。あららー、屋敷の中も雲まみれ。これはちょっとレアっぽくないですかね。うん、少しだけレアっぽいですなぁ。はい、どうでしたかねー。まったり遊ぶ予定でしたが、こんなの見せられたら、気になっちゃいますもんねー。ねえ。おお、雲が迫ってくるー。ふっふふー。はい、遊ぶのはまた今度にしましょう。ねえ。おお、お豆腐め。